はようございます。こんにちは、こんばんは。今日ご紹介するのは、じゃん、セブンプレミアム塩キャラメルモナカ、ビターな大人の味わい。美味しそうですね。塩キャラメルってね、一時期めっちゃ流行ったあのお菓子っていうかスイーツですけど、それがアイスになりました。見て、ほんのり甘いモナカ側に、塩キャラメルアイスです。分類はなんとアイスクリームです。前にね、あずきもなかご紹介したんですけど、それの塩キャラメルバージョンですね。違うやつ。これはね、もうそのあずきもなかがすごい美味しかったから、私すごい期待してます。早速開けていきましょう。こんな感じ。あのね、このセブンイレブンのもなかは、皮がパリッとしてるの。それが特徴です、私の中で。じゃあ早速、1枚割ります。パリッ。ほんと、言ったでしょ？パリッって。すごいでしょ？あ、中身はこんな感じ。キャラメル感がすごいですね。じゃあ早速一口食べていきます。いただきます。うん、これね、ホワイトチョコが入ってる。あの小豆もなかにも入ってましたね、ホワイトチョコのコーティングで。このパリパリもなかとホワイトチョコのパリっていうのがすごい合うんだけど、何よりこのアイスすごいキャラメルがビターで、塩キャラメルってちょっとの塩とこの苦味のあるキャラメルがすごくマッチしてるんだけど、これまさに塩キャラメルの良さをすごい最大限に生かした商品ですね。めちゃくちゃ美味しいです。私はね、これね、すごいおすすめ。これ私ね、もう一回買うだろうな。なんかね、大人の味わいです。本当に甘みがないから、あんまり男の人でも食べれると思います。皆さんもお近くのセブンイレブンで探してみてください。それでは今日はこれでおしまいです。バイバイ。今日ご紹介したアイスはセブンプレミアム塩キャラメルモナカです。皆さんもお近くのセブンイレブンで探してみてください。では。